行き先に悩んだ時には、わらわに申し付けよ。すぐに人を手配しよう。月英祭ではあまたの物語が交差する。<laughs> 興味があるのなら、これを機に調べてみてはどうじゃ現部紹介は月英祭に常じて、外部と交流を深めようとしておる。 門主として、特段立場は表明しておらぬが。元竜門と元武将会、どちらに非があるものか。<laughs> すまぬ先生。門主といえども、すべてを見通せるわけではないのじゃ。我々が門主としている間は、 船外教での安全を保障しよう。相手が誰であろうとな。無論、先生も例外ではない。そなたのためにお楽しみを用意した。存分に楽しんでいくがよい。じゃが、食べ過ぎには注意じゃぞ。どうかしたのか、先生。 ふんまずはわらわに食べてみてほしいそれが何を意味するのかわかっているのかい <laughs> わらわは構わぬぞ。先生も一つどうじゃ味見はしてある。安心するとよい。<laughs> 仙外峡へよくぞ参った、先生。月影祭を心ゆくまで楽しんでいくとよい。来たのじゃな、今は。そうさな、補充の時、と言うべきかな。 月栄祭の名物といえばおやつじゃ。さあ、一緒に探してみようかな。おお、えー、興味深いな。わらわにも味見させてくれるかい新しきを知るのは良いことじゃ。そうじゃろ 日課、じゃな。なぜわらがここにいるのかこれも門主の務めじゃからの。なんじゃ先生わらをくすぐってみたいのかい <laughs> なんとも無礼な奴じゃ。じゃが許そう。 じゃれあいたいのかよい。好きなだけしてみせよ。わらわと先生のことじゃからの。他に人がいるときは、わきまえるんじゃぞ。日々新たにして、また日に新たなり。日々新しく前に進むべき、という意味じゃ。手助けが必要なら。 いつでも力になるぞ。そなたは誠実じゃな。やはりできることなら、わらわのそばに。いや、忘れてくれ。